はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフトーマ王国編14章をやっていきたいと思います。まあ、また少しちょっと鍛えたので、モズメが大商人で匠が弓背になってます。もうこれだけでもメンツいるとかなり安定感は出てきてるかな。まあモズメと匠で、あとはマークスと龍馬が仲間になればもう負ける気はしないな。まあいつ仲間になるか知らないけど、では第14章ですね。暗夜軍襲来。イザナ港から伝えられた神託の意味を知るため、虹の賢者がいるノートルディア公国を目指す一行だが、その出発点となる港で暗夜軍と遭遇することになる。暗夜との戦いか。次は誰だ。多分まあどうせ戦ったやつが仲間になるでしょう。レオンとかもまだ出てきてないからな。そこら辺が仲間になってくれればまた戦力増強になるけど。マクベス、なんでこんなところに立ってんだ。マークス様、お帰りなさいませ。マクベスか。お前の出迎えとは珍しいこともあるものだ。はい、ミューズ公国でのことお伺いしましたよ。裏切り者のミカミックス様を始末せず帰ってこられたとか。雑談なら後にしろ。父上に報告があるのだ。雑談か今の。お前も怪しいぞっていう話じゃないの。ハゲが来た。ハゲ、あの態度。ミカミックスに会ってよからぬ影響でも受けたのでは。さすがにそれはないでしょう。腐っても暗夜の第一王子ですから。ミカミックスの誘いにも乗らなかったようですし。ですが、カミラ王女は見事に寝返りました。あの公職には心底呆れますよ。今頃ミカミックスと共に何をしていることやら。お前は何を想像しているんだ。このままではマークス王子たちもいつ、何これ、絆されるかも分かりません。今後もミカミックスたちの動きには気をつけるべきですな。またお前は覗きか。今の話確かに聞こえたわ。カミラお姉ちゃんがミカミックスお姉ちゃんと一緒にいるって。やっぱりミカミックスお姉ちゃんは私たちを裏切ってなんかないんだわ。よーし。そうか、エリーゼもまだ仲間になってないな。でもロッドナイトだとね、回復しかできないから。サクラはもう攻撃ができるからな。お帰り。父上の件だけど、前よりさらに様子がおかしく。レオン、それ以上言うな。父上はお体の具合が優れないだけだ。この戦いに勝利すればきっと昔のような父上に戻ってくださる。私は父上を信じる。絶対的に信じ抜く。それが私の生き方だ。本当に？兄さんは今の父上を見ても同じことが言えるの？何？なんか怪しい。父上、戦争を続けろ。どこまでも続けろ。燃やせ、焼き尽くせ、灰も残すな。父上、どうされたのですか？マックスか、お前はわしの言葉を黙って聞け。滅ぼせ、白夜を。滅びよ、暗夜も。白夜も暗夜も平等に価値がない。この世界はすべて滅びてしまえばいいのだ。こいつはもうダメだ。父上、王子であるお前が何とかしないと。てか国民にこんな姿見せられねえだろ。ねえ、見ただろ、これが今の父上だよ。本当は兄さんだって気づいてたんじゃないの。今の父上はまるで別人だ。まるで何かに操られているみたいに。操られている。ああ、出雲公国でミカミックスから聞いたんだ。真の敵は別にいる。そして父上はそいつに操られているんだって。あの時は嘘だと思った。裏切り者のザレ事だって思ってた。でもこの状態の父上を見ていたら、もしかしてそれは本当のことなんじゃないかって。僕たちには真実が見えていないんじゃないかって、そう思うようになったんだ。ねえマークス兄さん、僕たちも戦うべきなのかな。ミカミックスみたいに暗夜王国を敵に回してでも。何、バカなことを言うな。いいか、私たちは誇り高き暗夜王国の王子だ。何があろうと父上を、この国を裏切ることなど許されない。それだけは覚えておけ。ごめん。分かったのならいい。私たちにはこれからこの暗夜王国のためにすべきことがある。
ニカミックスたちが無限渓谷に集まるのは、確かアンヤとビアクヤの空が入れ替わる時だったな。その時までに信頼できる兵を集めておけ。ん？兄さん、一体何を？まあ、マクベスとガンズは信頼できないからね。絶対お呼ばれはない。港町ディア。ここが港町ディアですか？ええ。まずはノートルディア公国行きの船を探さないと。待て！ニカミックス王女、やっと見つけたぞ。お、ここ弓砲台とかがあるところか。しまった、アンヤ兵だよ。久しぶりだな。ニカミックス。あ、サイラスいたね。こいつの存在すっかり忘れてた。え？ガロン様からお前の抹殺命令が出た。だからここを通して国外に逃がすわけにはいかない。残念だよ、とても。せっかくこうして会えたのに、親友のお前を殺さなくてはいけないなんてな。親友？私とあなたがですか？何？まさかお前、俺のことを覚えていないのか？お前のようなストーカーなど知らん。だが、今はその方がいいのかもしれないな。幼い日の記憶など、殺し合う時にはただ邪魔なだけだ。さあ、剣を抜け、ニカミックス。裏切り者がどれだけの力を手にしたのか、この俺に見せてみろ。エリーゼ来た。いたいた、ミカミックスお姉ちゃん。よかった、追いついたよ。エリーゼさん。あなた、どうしてここに？やっぱり、カミラお姉ちゃんもいた。二人が一緒にいるって、本当だったのね。私も仲間に入れてよ。仲間に？それは嬉しいのですが。よくマークス兄さんとレオンさんが許しましたね。二人には何も言ってきてない。ダメよ。エリーゼ、これは遊びではないのよ。任務に失敗した私と違って、あなたにはまだ帰れる余地があるわ。ここはすぐに戦場になる。今のうちに戻りなさい。いやよ、絶対帰らない。私も一緒に戦う。私、みんなの力になりたいの。エリーゼ。なら私はもう何も言わないわ。あとはミカミックス次第ね。エリーゼさん。これからきっと危険な目に遭うことになります。もしかしたらこの先、マークス兄さんやレオンさんと戦うことだってあるかもしれません。本当にそれでもいいんですか？覚悟はしてきたわ。私、行かなくちゃいけないような気がしたの。お城の人たちはみんな二人のことを裏切り者だって言ってる。でも、ミカミックスお姉ちゃんやカミラお姉ちゃんが悪いことするはずがない。私は二人を信じてる。だって兄弟なんだもん。もう一人で待ってるなんて嫌。私だけ何もできないのは嫌なの。エリーゼさん。わかりました。ありがとうございます。私はあなたの前から逃げ出したのに、あなたは私を追いかけてきてくれたんですね。これからは一緒に戦いましょう。あなたのことを私が守ります。やった、ありがとう。ミカミクスお姉ちゃん、やっぱり大好き、一番好き。自分の身は自分で守れ。あ、ムービーが入った。これからずっと一緒だね、お姉ちゃん。まあ、死なない限りな。ちょっと下級職の人はね、死ぬ恐れがあるんで。まあ、ただエリーゼは前線には出さないからな。後ろから回復をしているだけだから、そう簡単には死なないだろう。やっと追いつきましたよ。ご無事でよかったです。先に行かれてるので心配しました。まあ、お前ら徒歩だかんな。ごめんね、ハロルド、エルフィー。エリーゼさん、この方たちは？あのね、二人は私の進化なの。これから一緒に戦ってくれるわ。そういえばミカミックスお姉ちゃんはあの初めてだっけ？こっちはハロルド。とっても運が悪いけど気のいい人なの。ハロルド参上だ。はじめまして、ミカミックス様。途中で5回も沼に落ちなければもっと早く来られたのだが申し訳ないね。沼回避しろよ。こっちはエルフィー。力持ちで優しい私の親友なの。はい。はじめまして、ミカミックス様。何か困ったことがあったら言ってください。とりあえず金をくれ、金を。ドーピングを買う金が欲しい。敵なんて私の片手でひねりつぶしてやります。それは心強いですね。二人ともこれからどうかよろしくお願いします。それからエリーゼさんも。うん、よし。それでは力を合わせてこの港を突破しましょう。早くノートルディア公国に行かないと約束の日に間に合いません。それにさっきの敵将、私の親友だと言っていましたが、彼は一体。ストーカーなどいちいち気にしてたら何もできんぞ。弓砲台と、これが魔導砲台。で、ここも弓砲台か。まあ、弓使えるのが、夕霧と匠、一応モズミか。でも、ここら辺ちょっと普通に攻撃に出したいからな。
どうしようかな。魔導砲台って誰が使うんだっけ。魔導だから、いや基本みんな攻撃したいな。まあいいや、とりあえず、そっか、ドーピングはしとくか。ドーピングしないとやっぱりきついんで、これはちょっとやっときましょう。よし、オッケー。じゃあこれで戦闘開始。やっぱり私ここに来てよかった。人数も増えたし、とっても賑やかになったよね。そうだ、せっかくだからもっと仲間を増やしてもいいかも。誰かお話を聞いてくれそうな人がいたら近づいてみようかな。どういうこと？仲間になりそうなやついいの？サイラス以外わからないんだけど。てかエリーゼで話しかけるってこと？よくわかんねえな。まあ別に雑魚はいらないからな、ハードモードだと。ここどうしような。こいつらまあ多分弓使えないから弓砲台の選挙はないだろう。とりあえずカミラで魔導砲台ぶっ放しとこう。2人入る。くらえー。まあそこそこだな。あと弓砲台一応ちょっと弓で撃っとくか。くらえ。7 弱い。主人公どうしようかな。防陣組ませよう。エルフィーで組ませよう。これ守備上がりそうだからな、かなり。力に守備4。これ一番いいパターンだな。で、こっちの方で。匠同士を右、弓砲台があるし。右に派遣して、まあ、ちょっと射程には入らない感じで。ハロルド組ませようかな。力4、速さ2、いいね。これにしよう。で、下にモズメを派遣して、ここに、こいつを派遣して、ベルカも右でいいだろう。で左は錦と、ここ家があるな。あ、ここも家があるな。錦、才蔵、椿、回復役でエルフィじゃなくてエリーゼだな。ちょっと日向下に下ろすか。よし、こんな感じでいいや。まあ、とりあえず主人公がいれば下は安全だと思うんで、うん、これでいきましょう。うわー、狙われた。湯切れ危ねえ。ほら敵ではないな。壁が1回で壊れた。ちょっとまた戦闘アニメオンにして、これどうしようかな。攻撃した方がいい気がするんだけどな。弓砲台結局7とかしか当たんないからな。だったら普通にこいつで攻撃すれば倒せるし。くらえ。うわー、かわされた。まあでも経験値稼ぎにはなるか。で、このなんだ、一マスのところに、主人公を置いて壁にするだろう。倒せないんだ。あ、そっか、サンダーソードになってるからか。ヤトの神で行けば問題ないな。一応射程2の攻撃もできるようにサンダーソード持たせたんですよね。無駄だな。勝負ありました。で、このヒットポイント1のやつをひなたでぶっ倒せば、問題ないだろう。おっ、98%かわされた。マジか、危ねえ。2回攻撃だ。やったぜ。なんてことだ。でモズメはまあ射程2から攻撃できるような感じでいくか。ここ壁が確かあるよね。でここも1回壁で防御できるから、その間に弓でぶっ倒すと。完璧な作戦だ。さて、じゃあ匠でこいつを倒すか。匠さすがに強えな。いいね、ハロルドとの相性いいね。力が上がって素早さも上がる。それも結構いいな。ベルカで訪問するか。こんにちは。え、軍隊が攻めてきた。この町も巻き込まれるのかい。しょうがないね。収まるまで私たちは家に隠れてるよ。教えてくれてありがとう。俺にこいつを渡しておくよ。お、秋祭りだ。秋祭りは確か射程の長いやつだからな。カミラどうしようかな。ちょっともう一回魔導砲台撃っとこう。あ、二人入らない。くらえ。まあ飛んでるやつは
結構いろんなとこ移動できたな。錦か。さくらはちょっとおとりに出すか。まあ、上級職だから大丈夫だろう。で、キツネ、サイゾウ、まあ、エリーゼ、回復役。よし、OK。来た。え、12食らうのか、結局。ただ、うん、かわしたぜ。すげえ。4か。防塵で防御力を上げてドーピングしているにもかかわらず4食らうってことは相当強えな。しかし返り討ちにしてくれる。38ヒットポイント、すげえな。ほら、やっぱりこの戦い方が一番安定するな。あれ、こいつ全然動かないけど、あれ、なんでこいつここの射程があるんだ。射程2を持ってんな。じゃあちょっと一旦避難させるか。で、ここももう一旦待ちで訪問しよう。さくらで訪問しよう。こんにちは。なるほど、この町が戦場になるというのですな。確かに家の外は危険、すぐに門を閉ざしましょう。お教えくださりありがとうございます。お礼にどうぞこちらを。リブロこいつは回復魔法大好きだ。あ、リブロ1個しかないやつ変えようてか家の中ってそんな安全か。ここの家はそんなに強固な作りなのか。錦とかもうなんかあんまり役に立たなそうだけどな。まあいいか。右の舞台はちょっと待ちだから OK。 おお、手槍で来るか。気をつけてね。反撃の時ね、武器選べるとねすごいいいんだけど、まあ、そこまでのシステムではないってことか。じゃあちょっとまた匠を前線に出して。私は正義の味方。アーマーライトを倒す。恨まないでよ。結構経験値入ったな。あいつジェネラルだった、もしや。ジェネラルだ。おぼろを置いてベルカを置くと、弓兵やっぱりちょっと鬱陶しいんで先に倒しとこう。大丈夫。いい一撃。左下もちょっと訪問したいけどな。やばい、こいつが射程がすごい。パラディンじゃねえかよ。どうする。モズメ、壁がない。壁がなくなってしまった。ひなたとか大丈夫か。全員食らうな、ここ。まあ、2発は食らわないから一撃死を免れて回復するか。いてー、来た。夕霧狙いか。17、半分減らされんな。おお、痛い。あ、こいつ自動回復するからいいや。じゃあモズメの射程2から行くか。倒せないか。敵もだいぶ上級職が増えてきたな。そうすると下級戦士とかもう完全に、あー、話にならない。じゃあ弓じゃなくて攻撃 75% か。まあ2回あるからどっちかは当たってしょ。最悪最悪OK。 綺麗。まあ速さと攻撃が上がってくれたからいいか。あ、そうだ、自動ヒットポイント回復あるんだ。こいつら来ねえな。何なんだ、もう少し待つか。左のやつぶっ倒そう。で、訪問しちゃおう。もう完全に一人で突き進んでんな。よし、ゲージを無駄にすることなく倒せた。51。すみません。もう下級職は完全に1しかくれないな。あ、右にも家があんのか。
あれ、そういえば右にいるんだっけサイラスって。左誰、シャーロッテとかいるんだ。シャーロッテってもともと誰の部下だっけ。14、うーん、食らわない、あ、食らわなかった、ラッキー。あ、こいつ倒すの忘れた、てか動かすの忘れた。まあ例によって匠でこいつをぶっ倒して、私は正義の味方、おいえいえ、どうってことないね。すげえ経験値入るな。で、一応手斧で減らすか、強い。で、おぼろで倒して、どいて、こいつらもな、経験値稼いで早く上級職に上がりたい。あ、よくよく考えればこっち回復薬つってさくらがいるんだったらエリゼ持ってこよう。ちょっと訪問するか。そうすると、戦争の噂は聞いていました。でもこの町まで戦場になるなんて。わかりました、家の門を閉じ外には出ないようにいたします。あの、こちら差し上げます。お知らせくださったお礼です。サンダーソードだ、やった、合成しよう後で。ちょっと右じゃあ攻めるか。あと家はここだけか。そうだな、ここちょっとじゃあ左の舞台で行くか、行こう。こっちのか、はい、ボルトアクセ、これ魔法武器だからな、ちょっと弱いよな。でまあカミラもそこそこ魔力は高い方なんで、手やりじゃなくてこっちの方がいい。ただ斧はやっぱり命中率がちょっと低めだな。 70% とかだとかなり不安がありますからね。でさくらも出して、キツネとサイゾウがちょっと遅い、そもそも。どうしよう、モズメとかここの舞台も進軍するか。よし、なんか来た。で自分はちょっと右から攻めるんで、こっちだな。これなんか変なところからいきなり出てこないよな。突然増援が出てくるっていうケースがあるから、まあいいか。弓兵いないよねこっち。いるな、いるけどまだ大丈夫だな。ドラゴンナイトそのものはな、下級職だからな、こいつも上級職にあげたいよな。あいつなんで下に行ったんだ。よーし、夕霧回復完了。日向16か。こいつ行けそうだけど、まあいっか。で匠を前に出しつつ行きたいけど、ここだな。でこういうフォーメーションで、左のやつらも行くか。そうすると一歩ずつだな、やっぱり一歩ずつ一人ずつ引き寄せて、ほい、しまった、匠反撃できねえや。なんて無駄なことをしてしまったんだ。焦っちゃダメだよ、これギリギリ倒せんな。7か、そこそこ食らう。とっても嬉しいわ。うわ、どこからともなく大量に敵が現れた。これやばいな、この弓兵始末しときたいな。弓兵だからとりあえず射程1であれば、まあ、食らわないな。ボルトアクスでいいか。よし、飛んでるのはやっぱり弓だけ気をつけておけばなんとかなる。あれ、上にもいるじゃねえかよ。こいつで倒せる？倒せるな。倒しとこう。五代目サイゾウ、参る。よしよしよし。かわせたのはでかい。楽しかったよ。
獣系も使っていきたいな。今ほとんど白夜の人たち使ってるからな。一応倒せるから倒しとこう。援護するね。あ、これは反撃を食らわずに済んだ。今回かなりついてんな。でこいつで倒せないからさくらをちょっと前線に押し上げて、こっちだな。いいね。こうするしか。これで椿で倒せれば。倒せない。マジか。下のやつらは大丈夫だな。弓兵がいるな。あ、ギリギリ大丈夫か。じゃあちょっと、うお、ここの部隊もすっげえな。倒せないのかこいつで。匠ちょっと動きようがないからな。配置的に失敗したな。こうだな。ほら目障りなんだけど。強い。私の獲物が。よし、これで匠でここら辺のやつはどこまで来る。ここまでか。まあおぼろに経験値を上げたいっていうのはあるけどな。ほら勝った。でこいつ出して、あと減ってるやついたっけ。いないな。よし、ちょっとここに入ってから行こう。こんにちは。外が妙に騒がしいと思ったら戦争の真っ只中だって。あ、ありがとう。すぐに家の門を閉じておくよ。あんたたちは命の恩人だ。どうか俺をさせてくれ。マスタープルーフ。あいつなんだ、上級職になりたかったのか。どこまでだったらいけるかな。ここら辺か。ここでいいでしょう。まあ死なないだろう。一応弓兵がいる。まあ、ここら辺でいいや。なあ、なんか回復させたいな、そろそろ。カミラお姉様を。ゼロ。気をつけてね。まあ当たっても当たらなくてもどっちでもいいや。弓が射程1攻撃できないっていうのがな、ちょっとめんどくさいな。左から順番に行くか。まずさくらで回復させて、カメラちょっとここに置くか。一気に攻め込みすぎるとな、本当になだれ込み方式で死ぬから。大丈夫か。すげえ不安が残るけど。力こそ全て。諦めません。まあこれでちょっとゲージが溜まって1回食らって1回防いで勝負ありました。大丈夫だな。あとはこいつらをちょっと後ろにつけつつ、ひなたがなちょっと減ってるからな。かといって回復薬がここのメンバーにはいないから、おぼろなんとかして倒したいな。どうやればいいんだ。こいつでこいつを倒せない。しょうがない。やっぱり無双してもらうか、匠に。かかってきた前。ほーら、よかった。でこいつはここから
こっち。しっかりしなよ。この二人のペア強えな。手を出さないで。よし、レベルアップ。16。まだもうちょっとかかるな、上級職に上がるまで。これでいいかな。守ってみせる。これでも強人の後ろの人なかなかレベル上がらないからな。うまくいきました。落ち着いてね。これも反撃で倒せる。ありがとう。防陣に入ってると結構経験値あるけど、防陣に入ってるとやっぱりなかなか経験値がもらえない。よーし、ちょっとモズメの出番だ。できれば弓レベルを上げたいんだけど、まず日向で死ぬかな、大丈夫かな。私は本気です。1回食らうってことだろこれ。おー、だからなんで2回目の攻撃でクリティカルが出るんだ。次行こうぜ。殲滅すれば問題ないか。サンダーソードだとダメだから、やっぱりこうだな。ヤトの神でもダメじゃん。サンダーソードにするか。41。すげえなヒットポイントこいつ。モズメ、うん、こいつ倒そう。よし、行くぜ。油断しすぎだ。モズメの弓レベルもちょっと上げたいからな。強なったかな。この弓兵大丈夫だよね。うわ、すっげえ食らう。夕霧ね、こいつ意外に防御がね低いんだよ。今までの戦闘で分かったけど、意外に食らう。安らかに。右どうしようかな。あれ、ブノワじゃんこれ。そうか、シャーロッテがいるってことはブノワがいるってことか。早急に消えてもらう。すまない、お前には何の恨みもないんだが、逆らえば死ぬのはこちらだ。せめて一撃で決めよう。ま、一撃で終わるのはこっちだけどね。あ、しまった。これもしや仲間になるってやつ。俺は最後まで戦った、これでよかったんだ。なるほど、こいつに話しかけろってこと。殺しちゃったよ。まあいっか、ブノワで。じゃあ左シャーロって話しかけろってこと。そういうこと。トークできんの。まあいっか。もうまあいっかとか、言うことがない。まあブノワ使わないしね。前回アンヤ王国編でもシャーロッテは出てきたマップで死んでたからな。シャーロッテを使う機会が全くない。エリーゼで話しかけないといけないって言うんだったら、もうかなりめんどくさいんで嫌だ。こいつらも弓兵ではないから、あれ、牛脈がある、これ何。今さら。今さら感満載だな、この牛脈。来るか。手あり10。かわしてくれ。よし、ナイス。大丈夫や。あいつがかなりやばいな、ヒットポイント的に。完璧に勝つよ。ちょっと失礼。ボルトアックス結構使い道があるな。あいつ動かないんだ。話せるかだけちょっと見てみよう。話せねえじゃねえかよ。倒す、倒します。
いちいちエリーゼを持ってくるのはめんどくさい。あ、そのためにここで海を干上がらせるんだね。エリーゼをすぐ持ってこれるように。まあでもそんなことはしない。あの弓兵をちょっと匠で倒して、あとは左も制圧すればもうこのマップも終わりかな。このやっぱねジェネラルが強いっすね。ジェネラルが、6、9、6、全然減らねえな。日向いけるか。やられる。全然ダメージ与えられない。こいつはアーマーナイトだからこいつで対処できるな。硬いやつはやっぱり硬いんだな。サンダーソード、ヤトの神、どっちがいいんだ。ヤトの神にしとこう。まあ結局はガードする。このパターンだとね、そう経験値入るんだよね。エルフィーにもガードしてなおかつ攻撃をする。あ、来た、やばい、やばくないか。たく、私はただの国境兵なのにてめえらのせいで面倒事が増えたじゃない。悪いけどさっさと死んでくれない。死ぬほど目障りなんだけど。まあ残念だが君には死んでもらうことになったよ。悲しい音楽が流れる。何よこいつら、ほんと面倒だわ。で結局こいつ死んだの、撤退したの。死んだっぽい。よし、ここはもう完全に制圧できたな。あとはサイラスを倒して終わりと。別にサイラスはあれだよね、話すとかないもんね。じゃあこれで蹴りをつけますか。ミカミックス来てしまったんだな俺の前に。ならば俺はお前を殺さなくてはいけない。どうしてです、あなたはなぜそんなに悲しそうな顔を。俺はもう一度お前に会うために大きい騎士になったんだ。なんて執念なんだこのストーカーは。それなのにこうしてやっと会えたのが戦場だなんて。お前を殺すのが俺の使命だなんて運命は皮肉だな。さあ構えろミカミックス、こうなってしまったならもう遅い。俺のことを思い出すことなく永遠に眠ってくれ。完全にストーカーのセリフだな。人たち浴びせてきたか。やはり迷いがあったのかもしれないな。非常にはなれなかったが全然経験値持ってない。一般兵より経験値持ってねえじゃねえかお前。勝負ありました。どうして手を抜いたんですか。あなたほどの腕の持ち主ならこの程度で終わるはずがありません。いやこの程度だろう、どう考えても。全力を出さなかったのは私があなたの親友だからですか。違う、ストーカーだからだ。ガロン王の命令で私を殺すのではなかったのですか。いや、命令なんかよりも大事なものがある。え、何ですかそれは。騎士の誓いだ。俺はお前に命を救われた。幼かったお前を城の外に連れ出して処刑されそうになった時、お前は身を挺して俺をかばってくれた。あの時俺は誓ったんだ、お前に救われたこの命いつだってお前のために捨てる覚悟だと。それが俺のサイラスの最初の誓いだ。サイラスさん、ようやく思い出しました。幼い頃いつも一緒に遊んでくれた優しい友達のことを。あの時私に初めて外の世界を見せてくれたのはあなただったんですね。ああそうだ、お前は俺にとって大切な友だった。敵になってもどうしても思い出してほしかったんだよ俺のことを。倒せるわけがない、たとえガロン様の命令でもだ。はい、ですが命令違反は死罪です。はあ、厳しいな。構わないさ、お前を殺すぐらいなら死罪になった方がいい。そんなことはないと思うけど。ミカミックス、もう一度戻りたかった、お前と親友だったあの頃に。いえ、戻りますよ今からでも。何、あのサイラスさん、私と一緒に来ませんか。白夜王国とアンヤ王国をどちらも救う方法があるんです。分かったよ、お前に言われたら俺は逆らえない。俺の命を好きに使ってくれ友よ。ありがとうございますサイラスさん。さあ急ぎましょう、船が出てしまいます。
急ぐってどこに？はい、知恵の国ノートルディア公国に。まあサイラスの命使っていいって言うんだったら壁役にでもなってもらおうかな。なんとか出航に間に合ったわね。一時はどうなるかと思ったけど無事に船に乗れてよかったわ。あ、赤お姉ちゃん、よかった、やっと見つけたよ。え、あなたエリーゼ？あのね、さっきいろんな人に初めましての挨拶をしてて、それでその時に聞いたの、あなたがアンヤ王国の王女だったってこと。つまりあなたは私のお姉ちゃんってことだよね。そうね、一応はそういうことになるかしら。本当に？私全然知らなかったの、早く言ってくれればよかったのに。あえて嬉しいよ赤お姉ちゃん。ええ、私も嬉しいわ。あんまり嬉しそうじゃない。これからよろしくね。アクアお姉ちゃんに会えてここに来て本当によかった。それから友達もいっぱいできたし。友達？あの、アクア姉様、エリーズさん、今から人員の確認を行うそうで向こうに集まってください。さくら、教えてくれてありがとう。じゃあさくらも一緒に行こう。はい、ぜひ。そう、友達ってそういうことなのね。あの子たちこんなに早く打ち解けるなんて。もし本当の平和が訪れたら白夜とアンヤもあんな風に。お姉ちゃん、早く早く。姉様、行きましょう。今行くわ。てか船のお金どうしてんの？そこそこの大所帯だよな。まあお金は装備を買うだけのお金があるからいいとして、というところで、では第14章ですね、終了したいと思います。